董卓め、あがきおるか。第二陣、奴の追撃を開始せよ。伝令、後方から曹操軍が追撃してきます。己曹操め、くだらん真似を。さっさと何とかするのじゃ。伝令、山岳拠点連合軍により制圧、後方支援部隊が撃破されました。何、援軍はもう来ぬということか。何をやっておるのだバカどもめ。こちら側からの攻めは予想していないはず。ああ、大田区軍の奴らに一泡を吹かせてやるぞ。孫権たちが攻めてきたぞ。奴は用心城にこもっていたはずじゃ。いい頃合いよ。大田区にはもう我慢ならねえ。俺らも一緒に戦います。すぐに突撃せよ。もっと叩いてあげる。いい眺めね。董卓殿より命が下りました。我らは呂布殿と賊の討伐に向かいます。さあ、曹操に思い知らせてやるわ。全員進軍開始よ。手こずっておるか。董卓軍の武勇、予想以上に苛烈ような。行くぞ。董卓を斬り、俺は俺の戦いを手に入れる。曹操様も董卓様を討とうとされています。この混乱では敵対は避けられないでしょう。あの者は皆心配するな、長介。邪魔をする奴ら俺が蹴散らしてやる。なぜ友軍に刃を向けられる。もや董卓殿を裏切るおつもりか。楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。ここで董卓を。敵将、私が討ち取った。この契りを破り恩を仇で返すか。親子だと？笑わせるな。貴様はここで終わりだ。おのれ右つね、貴様がたぶらかしおったか。豚には贅沢な墓だ。これから先俺は俺の道を進む。飾り物が何を偉そうに。董卓は死に、帝もおらぬのでは、もはや楽陽にいても意味はあるまい。天下は董卓の死でさらに混乱しておる。今こそ慶州と江東をわしのものとする好機よ。見ておれ、最後に笑うのは本所ではなく名族遠家の本流たるこのわしよ。
定位の証である玉璽が失われたらしいぞ。なあ、もし玉璽を手に入れることができたら、それは俺が帝になれるってことか。何をくだらんことを言っている。帰るぞ。これ以上炎症の相手をしても無駄だ。この調子ではいずれまた返事が起きるだろう。董卓は黄金の放棄以後の天下を乱世たらしめた。だが奴は元凶ではなく、ただの契機に過ぎぬか。もはや官室に行こうあれと力はなし。この乱世を鎮めるには新たな者が新たな断りをしかねばならぬ。だが力ある者の多くはそこに思い至らず、今の世に己の欲を満たさんとするばかり。奴らに任せていては混迷は深まる一方か。ならば。曹操殿、軍を動かす用意が整いました。どちらへ向かわれますかな。巨匠へ行く。今のわしにはより多くの力が必要だ。董卓暗殺は呂布殿に阻まれ失敗。炎症を利用した連合軍も董卓の討伐はならず、結局のところ長安遷都の混乱に乗じ董卓を討ったのは呂布殿。これでは曹操は手間をかけ呂布殿に花を持たせたも同じ。なんとも情けない。このような成果しか挙げられぬ者が軍友争う中で本懐を遂げられようか。何より私の大毛も。